ゾンビハンター。どうして、なんでゾンビが急に。うわぁ、こんなにたくさん集まってきて。なんだかゾンゾンたち、あの通信機に引き寄せられてる気がする。あと、ゾンゾンって何？ゾンビたちのあだ名だよ。かわいいでしょ。え、どうだろう。姫路、いつものカンカン。うん、多分そう。仕方ない、接続を切るか。そんな、せっかく脱出できるチャンスですのに。接続を切るなんて嫌ですわ。戦いましょう。通信機を守れば済むことですわ。でも大軍ですよ。守りきれませんよ。安心なさい、この金崎レイ様がいれば。待って、これは聞いた話なんだけど、ゾンゾンは女の子の服に反応する。え、何それ、本当に。久保田、今は姫路の言葉を信じろ。私は通信を続ける。通信機を守れ。でも服に反応するって。分かった。よーし。ちょっとさゆり、何ですの。明日ない。守り抜くよ、みんな。これでよし。え、
見つけた。ふう、なんとか撃退できたね。マヤヤちゃん、ありがとう。どうってことないよ。マヤヤの勘に間違いなし。えへん。マヤヤってやっぱりすごかったんだね。それに上条先輩もマヤヤのことを信頼してるんだ。全然。エナミンたらふーんとマヤヤに冷たいんだよ。え、そうなの？ちょっとは信用してくれてもいいのにな。うるさいぞ姫路。上条先輩、どうですか？つながった。こちら ZPF のハンガ、緊急チームを実施しました。そちらの状況を伝えてください。こちら霧作高校、私は3年の上条江波です。学生？この通信は教師にのみ許可されているはずよ。緊急事態です。大量のゾンビが校内に入り込んできました。校舎内に現在私を含め5名の生徒が取り残されています。自力での脱出は困難です。早急な救助を要請します。そちらの要求および状況は了解しました。しかし何ですか？現在当該地域において同時多発的なゾンビの大量発生が確認されているの。え、同時多発ってこの町のあちこちでってこと？そうよ。全部救援および救助のヘリを向かわせているけど精一杯の状態なのよ。すぐには救助に来られないということですわね。そう、加えて正規的な原因不明の強力な電磁波のようなものが発せられているの。電磁波？そのため思うように救援のヘリが出せなくて電磁波の影響に受けにくいドローンによる物資救援を送るわね。それでもそのこってちょうだい。いつまでですか？聞こえますか？いつまでなんですか？ダメだ、途切れた。さゆり、どうしよう。大丈夫だよリサ、救援物資は来るんだ。それまで5人で力を合わせて耐え抜けば大丈夫。それ本気で言ってるの？もういくらゾンゾンの大群が珍しくてもこんなところにいつまでもいるなんて嫌。姫路、諦めろ。アキハの言う通り、絶望しても仕方がない。生き抜くことを考えなければ。当然ですわね。死ぬなんてありえませんの。さゆり、私リサ、生き抜こう。ゾンビハンター。こちらは ZPF です。通信になります。あ、通信が。はい、こちら霧作高校です。今そちらに救援物資を送ったわ。そろそろ思い入りになるんじゃないかと思って。お、ありがとうございます。助かります。まもなく到着するはず。受け取ってくださいね。今の音、救援物資が届いたのかな。よし、取りに行こう。救援物資を取りに行くよ。
よっと。やったー。よっと。真剣を持ってるけど、これだけはまだ触らせてくれなくて。お前にはまだ早いって。やっぱり真剣っていうのは特別なものなんだね。そうだね。持ってると気持ちがピリッと引き締まる気がする。それに今ならどんな敵にも勝てそうな気がしてくるよ。ゾンビハンター。
うだ、そろそろ救援物資をお願いしようかな。こちらポッド PF、 こちらポッド PF、 通信をどうぞ。あ、キリザク高校です。救援物資をお願いします。わかりました、ドローンによる投下を行います。はい、ありがとうございます。今の音、救援物資が来たのかも。取りに行かなくちゃ。あいつを狙撃する。これでよし、全部倒す。これでよし、くらえ。これでよし、あと10体。これでよし、来るよ。全部倒す。これでよし、これでよし、新しい武器だ。どんな武器なんだろう。使える武器だといいな。新しい武器発見。Thank you.
救援物資を要請した方がいいかも。こちらはZPFです。通信をどうぞ。こちらは霧作高校です。救援物資をお願いしたいのですが。わかりました。ではすぐにドローンによる投下を行います。よろしくお願いします。今の音、救援物資が来たのかな。取りに行かなくちゃ。責任重大。大丈夫、私ならやれる。私もそう思う。上条先輩、
私は武道に関しては素人だけど、スポーツをやっている身としてそれなりの目は持っているつもりだ。スポーツ大会の時、なぎなたの試合をしている久保田を見たことがある。その時、久保田は試合に負けていたけど、相手よりも動きが綺麗だと感じた。秋葉が言うように、もっと自信を持てばいい。ほら、上条先輩だってこう言ってるんだし。はい、ありがとうございます。私に足りないのは自信。頑張ってみようと思う。その調子だよ、リサ。新しい武器かな。